ナウシカおいで。かっけえ。おはようございます。通勤快速4ネットのスピンオフアニオタライターがアニメについて語るという元ブログを撮影しようかと思います。よろしくお願いします。この通勤快速4ネットシリーズもですね、10いきましたかね、9ぐらいですかね、忘れました。なんでこの元ブログを撮影しようかと思ったっていうところですね、前々からね、僕ちょこちょこ言うてますけど、若いライターは大抵アニオタっていう説僕の中であるんですよ。あ、そうや、その前にちょっとご紹介しておきましょうかね。ちょっと今日のこの僕の姿を見てちょっと気づかれた方いると思うんですけど、見えますかね、これ見えます、背中、僕の背中見えます、見えないですよね。払ってるリュックと履いてるスニーカー、これですね、変わりました、イエーイ。僕はね、今までクリーガのバックパックと、あとはダイネーズのライディングスニーカーをこの冬の時期は履いてるんですけど、僕が今履いてるスニーカーはガエルナのボヤージャーっていうゴアテックスの完全防水スニーカーですね。で、僕が今からっているこのリュックがエンデュリスタンのハリケーン25っていう防水のバックパックですね。これはなんとですね、日本の正規輸入元であるジャペックス様よりですね、ご提供を私に直接いただきましてですね、アンバサダーになってくれということで、いや、ジャペックス様ほんまにありがとうございます。はい、ありがたく使わせていただきます。いや、僕もね、バイク用品メーカー様から提供いただいてアンバサダーになってくれという話が来ることになるとは、モトブログを始めた時には想像もしておりませんでしたね。はい、まあ今日はちょっと装着してですね、初日なんで、まあ何とも言えないんですけど、まあどちらもヨーロッパのブランドなんですけど、結構作りしっかりしてて、もうつけた瞬間からおって思いましたね。まあこれはファーストインプレッションでしかないので、これからね、使い込んでいってどうだったかっていうのをですね、おいおい紹介させていただきたいと思います。ダイネーズのライディングスニーカーとあんまりデザイン変わんないんで、言わないと分かんないレベル。ただこの側面のデビルちゃんのマークが消えましたね、側面の。はい、でね、アニオタライダーの話の続きですけど、僕のね、勝手な統計では20〜30代のライダー大半がアニオタ。まあ皆さん関東のツーリングといえば大洗っていうところによく行かれてるじゃないですか。ガールズ&パンツァーの、まあ、聖地であるということは、僕もまあガールパンツァーと見てないんですけど、あとはね、まあ、K4 のモデルになった小学校だったりとか、元ブログ見てても結構アニメ聖地巡礼されてる方多いし、親しくさせていただいておりますライダーさんみんなアニメ見てるんですよ。で、割と結構ガチで見てる人が多くて、まあ僕の周りだけなのかなって最初思ってたんですけど、ちょっと最近確信に変わりつつあって、ライダー大半アニオタ、僕の中でもう確定事項になってますね。まあ各私もですね、まあ部屋中にポスター貼りまくるようなあそこまでのオタクではないんですけど、結構なアニメ好きでございますね。僕が今まで見てきて印象が残った、そして僕の人生に多大な影響を与えたっていうアニメを、これからちょっとホーネットの夫と織り交ぜつつご紹介したいと思います。はい、まさかね、ジャペックスさんもね、初めて靴とか装着してアニメの話をされるとは思ってなかったでしょうね。いや、このねレビューはね、おいおいやってきますんで、はい、ご了承ください。そうですね、じゃあ最近僕が見てるアニメは、そうですね、うちのメイドがうざすぎると私に天使が舞い降りたっていうですね、まあどちらも動画工房っていうアニメ制作会社が制作してるアニメなんですけど、そうですね、どちらもですね、あの幼女が好きすぎる女性がですね、どうにかして仲良くなりたいっていうアニメなんですよね。まあ完全にね、あれですね、ロリコンのおじさんをただお姉さんに変えたっていうだけのですね、おじさんのままで幼女にハーハーしてたただの犯罪アニメじゃないですか。ロリコンのね、おじさんたちが共感を得るようなですね、そういったアニメですね。まあ僕はロリコンではないんですけど、キモい感じで美少女の幼女たちにハーハーしているですね、女主人公たちが面白くてですねそれでちょっと見てますね。はい、まあ僕はロリコンじゃないですけどね。僕ですね、アニメの見方がちょっと普通の人と変わってて、どこの制作会社が制作してるかとか、誰が監督をやってるとか、キャラクターデザインとか作画監督が誰が担当されてるかって結構見るんですよ。あ、この人あのアニメの人だとか言って、あ、だからこの映画可愛いんだとかつってね、僕映画とかも、この監督はロバート・ゼメキスかとか、あ、これジェームス・キャメロンか、これタイタニックの人やとかね、監督とか結構そういったところで見たりするんですよ。でね、その動画工房っていうのがなんか結構グリグリ動くアニメが多いですね。非常に良い作画をされるスタジオさんだと思います。なので、あ、このアニメすげえ、あ、動画工房かやっぱりねとか、このアニメ今度始まるんだ、うん、どこが作るんだろう、動画工房や、これ見るしかねえみたいなねそんな感じで、皆さんもですね、アニメを見るときは制作会社とかどの方が監督をされてるかですね、意識するように見れば自分の好きなアニメに出会える確率が上がるかもしれないですよ。はい、でね、僕好きなアニメいっぱいありますけど、モロエヴァンゲリオン世代っていうのもありまして、まあ僕の人生に多大な影響を与えたアニメといえば、まあ新世紀エヴァンゲリオンですね。はい、エヴァンゲリオンですね。エヴァンゲリオンって皆さんご存知ですか？名前だけ知ってる、ちょっとだけ見た、有名なとこだけ見た、新劇場版だけ見た、昔のテレビだけ見た、まあいろんな人いると思います。僕の世代的には中学生ぐらいの時にはもうすでにエヴァンゲリオン放送終わってたので、リアルタイムでは見れてないんですよ。で、このエヴァンゲリオンっていうのがですね、まあ、なんて言った
したらいいんやろうか。じゃあちょっとエヴァンゲリオンについて語らせてください。あ、でもね、ちょっとね、会社と100往復ぐらいしないとこのエヴァンゲリオンの話終わらなくなっちゃうんで、まあ触りだけ話しますと、まあいわゆるロボットアニメの皮をかぶった幻覚アニメっていうんですかね、まあ最初はね結構ロボットアニメ前とした感じで始まりますけど、そうね、第三神道教師のエヴァンゲリオンの基地に謎の巨大生物が攻めてくるからエヴァンゲリオンでやっつけようという、まあ最初はそういう感じで始まるわけですけど、まあ普通のロボットアニメですよね。まあなんていうんでしょう、設定がめちゃくちゃ細かい、いろんな設定が散りばめられてるわけですね。電源がないと動かないとか、でそのエヴァンゲリオンは実はロボットじゃなくて人造人間で、もともと生きてた人間の魂がサルベージされてるから意志があるとか、人類がその隕石落下で半分ぐらい減ってて地球全体が常夏になってるような世界観で、でまあいろいろ設定してある割にあんまり触れずに話を進めるということで、まあオタクたちがですね、僕のようなオタクたちが深読みを始めるわけですよね。あれってもしかしてあれなんじゃねとか言ってね、でそれ噂が噂を呼びですよ、もう社会現象になりのギリギリ記憶にある宣伝ではですね、まあすごかったですよ。あの劇場版がですね、もののけ姫と同じ時期に公開されたんですけど、その時の劇場版の予告がもののけ姫と真逆で話題になってましたね。もののけ姫はですね、ポスターのキャッチコピーに生きろって書いてたんですよ。まああれですよ、生きろそなたは美しいってやつですね。でそれに対して同時期に公開されたエヴァンゲリオンのキャッチコピーはポスターに、だからみんな死んでしまえばいいのにって書いてます。すごくないですかまあ結構あの社会現象になりましたね。そのテレビシリーズのエヴァンゲリオン後半の方になると、庵野監督がですね結構精神的に病んじゃってですね、なんかもうほぼパラパラ漫画みたいな全然動かねえアニメみたいな、シンジの碇シンジ君主人公の少年の内面世界をですねビジュアルでアーティスティックに描くっていう、全然アニメーションをしてない感じの心の中の思ってることを、まあ斬新な映像表現で見せて終わるっていうですね最終回がまああの伝説になってます。あのみんなに囲まれておめでとうおめでとうおめでとうっつって終わるあれですよ。はいはって感じでしたね。僕もその時は子供だったんで、まあ、ね、今見るとね、なるほどね、わかるわかる、なるほどわかるって感じですけど、はい、ちょっと撮影中断しちゃいましたね。ちょっと撮影トラブルで一時止まっちゃいましたね。冬になるとこの GoPro Hero 5ちゃんがですねすぐ電池切れちゃうんですよ。なのでもう電池がほぼ空になってたので今電池交換してました。まあちょうどいいでしょう。あそこで撮影トラブルでちょっと止まってなかったらエヴァンゲリオンを多分永遠に語ってたと思うんで、この辺でエヴァンゲリオンは区切っておきましょう。はい、僕は最近装備紹介動画よく上げるじゃないですか。で結構あれいろんな方に見ていただいてるみたいで、まあ、実際再生件数も結構良くてですね、でまあそこでねノックスのコバートっていう防水のねグローブを紹介させていただいたと思うんですけど、それを正規輸入元のジャペックス様が見ていただいて、このねリュックとかを提供いただいたっていう流れなんですけど、まあその動画のタイトル自体クシャイのレッグバックが良すぎるっつってね、そういったタイトルの動画だったのに、まあ後半の方にちょこっと紹介したグローブの方のそのメーカー様からこう声がかかるっていうですね、まあほんまありがとうございます。クシャイ様、御社の商品サムネイルとタイトルになっております。10万再生突破しておりますけど、ご連絡お待ちしております。はい、御社の動画10万再生突破しておりますよ。まあ、ご連絡は、こちらの方までよろしくお願いします。はい、クシタニさんお待ちしております。はい、というわけでね、アニメの話に戻りましょうかね。そうですね、エヴァンゲリオンの次に僕に影響を与えたアニメはトップを狙えっていうアニメがあるんですけど、これもですねエヴァンゲリオンと同じ制作会社のガイナックスっていう会社がですね制作した結構昔のアニメですね。もう80年代後半ぐらいのアニメだと思います。もう僕も全然世代じゃないので後からエヴァンゲリオンの流れで知ったっていう感じなんですけど、エースを狙えっていうテニス漫画、テニスアニメがですね、それをパロッタロボットスポコンアニメって言われてるんですけど、アニメ版インターステラーっつったら分かりやすいですかね。あの相対性理論をですねものすごく忠実に再現してそれを物語に起用したっていうアニメですね。主人公は高谷のり子っていう女子高生なんですけど、ロボットに乗って訓練をするような高校に通ってる女子高生で、まあその宇宙怪獣っていう、まあ宇宙から攻めてくる怪獣がいるんですけど、それに対抗するための部隊に所属するための養成学校みたいなの言ってるんですよね。ドジナのり子なんですけど、まあそのいわゆる鬼教官ですよ、スパルタ鬼教官がいてですね、まああの努力と根性で頑張りますみたいな、まあまあ汗くせえアニメなわけですよ。まあ絵柄も今見たら超古いっすよ。なんていうんでしょうか、いちいちそのメカの描写とか爆発とかですね、まあその辺の作画とかの、まあ、表現がすごいっていうのもありますけど、やっぱりエヴァンゲリオンに通ずる設定ですね。やっぱりその宇宙怪獣を倒すために遠くまで行くわけですけど、その高速もしくは亜高速ですね、まあ、光の速さに移動すると周りは時間は速く過ぎるけど飛んでるこっちは全然時間が経たないみたいな、いわゆる相対性理論ですよね。高谷のり子はですね、主人公ちゃんはですね、戦えば戦うほど周りの友達は年老いてもうおじいちゃんだって死んでいくみたいな、みんなとですねこのギャップが生じてくるわけですね。通過俺かっけえスポットが復活している俺かっけえスポット復活したね、よかったね。同級生の女の子がいたんです、キミコだったかな。もうキミコもねもう戻ってきたらお母さんになってて子供もいてとか、同級生がですよ。もう最後はですねもう本当の遠くに行っちゃって、もう戻ってきたらもう地球どうなっちゃってた、本当に地球残ってんのかみたいな、もう何万年後とかそういう感じになっちゃうんですよ。まあ超巨大ロボットに乗って、まあ、相対性理論と宇宙怪獣と戦うっていうですね、まあ壮大なアニメですよ。まあ
もうそれを見たときは僕はもう感動しすぎてですね、宙を仰いだ記憶がありますね。あーつって、なんていうんですかね、魅力を語り尽くすことができません、僕の力では。そうですね、もっとマニアックなやつもありますけど、皆さん大好きジブリの話でもしましょうかね。はい、まあ各位僕もですね、大人になるぐらいまでは、まあ、ジブリのアニメぐらいしか見てなかったわけですよ。なんでかって言ったら、うちの親がまあジブリ大好きで、なんかもう僕気がついたらトトロ、ラピュタ、ナウシカ見せられてましたからね。エンドレスリピートですよ、その辺の作品を。 0.1 秒誤差で全部アフレコできますよ、あの辺の作品。いや、この間ナウシカありましたね。ナウシカ、ナウシカおいでおいで、やだ私そっちに行きたくない、来ちゃダメー、わあバチコミアルティメイトもやないか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 い。まあナウシカも好きだし多いよ。投げ払え映画、まあ一番もうビジュアル的には好きですけど、やっぱりまあ熱くなるシーンは、まあツイッターでも言ってましたけど、あそこですね、まあ、アスベルの仲間たち、まあペジテのやつらに捕まっちゃうわけですよ、ナウシカは。で早くこのオウムの群れが風の谷に向かっているって襲われるっていうのをナウシカは早く伝えたいのに拉致られちゃうわけですよね。それをそのアスベルのお母さんとお姉さんだったかなが解放してくれるんですよ。よしメーベイ乗ってこれから逃げるぞって時に、トルメキアの軍隊がですね攻め入ってきちゃうんですよ。その船に潜入してきて、ナウシカはこれから飛び立とうっていう時にその襲われちゃうんですよね。よくあるパターンですよね、まあ、典型的な。俺はいいからお前は早く先に行けみたいなあれですよ。アスベルがトルメキアの兵士と戦いつつも、行けナウシカ、お前しか風の谷を救えないんだみたいな感じで、ちょっと言ってるセリフ違うかもしれないですけど、行くんだっつってこの戦いつつも戸惑ってるナウシカのメーベを蹴ってですね外に放つわけですよ。でそこからメーベとコルベットの戦いっていう BGM があるんですけど、あそこ激アツっすよ。もうそう鳥肌ですね。もうあのアスベルのあの献身的なこの自己犠牲的な、もう素晴らしい。あれはもうアニメ界の伝説ですね。もう僕の中で勝手に決めてますけど。あーもうついちゃうな。ちょっともののけ姫と千と千尋について語りてんやけどな、これ。これまたちょっと別の機会に。降り詰めた指を震えるつる。今日は1月の24日か。つことは明日は給料日。いやそんなどうでもいい。バイオハズ2の発売日はないかい。僕の青春のゲームですね。僕がホラーゲーム大好きになった原因のバイオハザード2のリメイクが明日発売やないかい。この間もね宣伝しましたけど、そのゲームチャンネルで本格的なバイオ2の動画をちゃんと編集したやつを上げていこうかと思いますので、ぜひチャンネル登録お願いします。